クロスウェア3597便墜落事故は2001年11月24日にスイスのチューリッヒで発生した航空事故である。ベルリンテーゲル空港からチューリッヒ空港へ向かっていたクロスウェア3597便がチューリッヒ空港の 4km 手前の丘に墜落し乗員乗客33人中24人が死亡した。また、この事故の発生により 前年に発生した墜落事故の報告書の公開が遅れた。事故機のアブロ RJ100 は1996年に製造番号 E3291 として製造された。総飛行時間は13194時間で11518サイクルを経験していた。搭載されていたジェットエンジンはライカミング社製の LF507 から1回だった。 3597便には乗員5人と49人の乗客が登場する予定だった。しかし、21人のグループが登場しなかったため、実際に登場した乗客は28人だった。乗客には、ラブーシュのメラニー・ソーントンや、パッションフルーツの3人とそのマネージャーが含まれていた。基調は57歳のスイス人男性だった。 総飛行時間は19,555時間で、RJ100 では287時間の経験があった。機長は、RJ100 とサーブ340の機長としての飛行資格のほか、フライトインストラクターの資格も保有していた。副操縦士は25歳のスイス人男性だった。総飛行時間は490時間で、RJ100 では348時間の経験があった。 事故により、ソントンとパッションフルーツの二人、パイロット二人などを含む乗員乗客24人が死亡した。アトック20時1分、3597便はベルリンテーゲル空港の滑走路26リットルから離陸した。操縦は機長が担当し、副操縦士は景気の監視や更新を担当していた。機体は巡航高度の27000フィートまで上昇し、 水平飛行に移った。20時42分、3597便は16000フィートまでの降下を許可された。降下中、機長は副操重視と侵入手順についてブリーフィングを行った。内容は、中立飛空港の滑走路14へ ILS 侵入で着陸する際の標準的なものだった。20時40分、 管制官は滑走路14への侵入から滑走路28への侵入に変更した。この変更はドイツとの条約による飛行制限によるもので21時以降に中立飛空港へ着陸する飛行機は滑走路28に着陸する必要があった。20時52分、パイロットたちは滑走路28への着陸侵入に関するブリーフィングを行った。21時3分、 クロスウェア3891便が滑走路28に着陸した。3891便のパイロットは指定が悪く空港まで 3.5km 地点で滑走路を死認したと管制官に報告した。この情報を3597便のパイロットは確認した。21時5分、機長は最低降下高度に達し、地上が見えていると発言した。 一分後、機長は自動操縦を解除し、エンジン出力を上げ、着陸復興を試みた。しかし一秒後、3597便は機器に接触しながら、標高1690フィートの丘に激突した。スイスの航空事故調査委員会が事故調査を行った。調査から、機長が以前にも正しい着陸手順を踏んでいなかったことがあるにもかかわらず、 クロスエアが適切な対処を行っていなかったことが判明した。機長は2万時間近い飛行経験があったが、その飛行経験のほとんどはターボプロップ機によるものであり、また問題のあるパイロットでもあった。以前、機長は飛行中の速度超過や過度な高過率による侵入などの問題行動を行っていた。また、ルガの空港への侵入時に、 地表300フィートまで降下するというニアミス事故も起こしていた。1990年2月21日にはサーブ340で訓練強化になるためのトレーニングを行っていた際に地上で着陸装置を格納し機体を全損させた。なおサーブ340での全損はこの出来事が初めてであった。これらの問題によりトレーニングは打ち切られていた。 また、機長は、マクドネルダグラス MD-80 の飛行資格を得るために1996年1月と同年の6月と8月にチェックを受けたが、いずれも不合格だった。チェックを行ったインストラクターによれば、この時期長はデジタルケーキの使用を適切に行えていなかった。これらの出来事があったにもかかわらず、クロスエアは1996年9月1日から、 サーブ340での機長としての飛行資格を与えた。1999年、機長はサーブ340でスイスのシオン空港に向かっていた際に誤ってイタリアのアオスタ空港に着陸しようとした。この時、副操縦士がシオン空港との更新ができないことを機長に伝えたが、機長はこれを無視して侵入を継続し、 イタリア語の道路標識を見るまで間違いに気づかなかった。クロスウェアがサーブ340の使用の段階的な廃止を決定した後、機長は比較的操縦が簡単であると評価されていた RJ-100 の移行訓練を受けた。2001年6月22日に機長は RJ-100 でのチェックに合格した。 最終報告書で事故原因はクフィットであると結論付けられた。また、以下のことが事故に寄与したと述べられた。その他、機長は墜落時に13時間以上勤務しており、事故の2日前には最大勤務時間を超過していた。そのため、事故時にパイロットは疲労しており、そのことが飛行技能や判断力を低下させたと推定された。加えて報告書では、 クロスエアの安全管理が欠如していたことなどを指摘した。ありがとうございます。